マルスミゼルのマラさんです。マラさんは独自のビジュアルシーンにおける鮮烈ファッションとネイルが新世代に支持されている。人気ビジュアル系バンドマリス・ミゼルのマナさん、確かに美しい爪先。早速受賞の気持ちはいかがと尋ねてみたところ、なぜか通訳付き。はい、今回、はい、秘書を務めさせていただいております。はい、代わりに質問にお答えしますのでよろしくお願いします。そうですか。じゃあ医師的なものはマナさん のあれではなく、マナ様から発せられた意思を私が口を通じて。なんか超能力みたいなもんでですか。まあ、そのような感じで。はい、そうですか。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうして言葉をこう発せられないんですか。そうですね、彼は声というよりは音に全てを集中して、ギターの音に全てを託して。ギターで全てを表現すると、まあ、音楽にというか音楽で表現をするという。去年はイザムさん取られて、それで結婚される方ね、中村あずささんにしても結婚される方多いんですけど、マナさんの場合はどうでしょうか、来年あたり。あ、それは未来のことはまだよくわからないという感じですね。実際に心の中にこう一流の方がいらっしゃるとか。どちらかというと人間離れしたお人形的なところがありますので、ね、ちょっと心の方はどうですかね、人間っぽいそういう恋愛の方はなさそうですね。ああ、そうですか。でも恋はされるでしょ。ねえ。